前回の王、秘書数字。前回、遊戯王が始まる。意味不明。枝豆は坊ちゃんという驚愕の事実を知る。元からだろ。ガノンドロフはフクロウでボルトボーイはケーキで興奮するらしい。どうしよう、すべて理解できない。上の空でグレムリンとサナエの結婚式が開かれることに。開かれてない開かれてない。私、売却の労を取る。なんと安全地帯にいる間まさかのサナエ心変わり。結婚式開かれてる途中に結婚を取りやめという最悪の展開。いやそもそもそんなこと知らねえんだけど。いやまず結婚式開いてませんから事実無根。狂気の沙汰はまだ終わらない。いや狂気の沙汰はおめえだよ。その後結婚式どうするか困った一同。そこでカブやカバと結婚するとその場で言い出す。言い出してないんだけど。結婚理由はカバは英語でヒポポタマスだから。バカかこいつ。そこで上の空になったモコウが売却の労を取ると言い出す。結婚祝いとして自分の肉をあげる。あげてねえよ。そして食事。食べてもねえよ。その後スマブラが始まる。スマブラで逆転ファルコンとダノンで戦い、勝ったやつがこのミートピアのバトルで勝利だと取り決め戦い始める。もうこの時点でだいぶ意味わかんない。で激戦の末勝利したのはカブヤだった。なんでだよ。その後無事ガノンは元の美しい姿に戻り、体だけで顔は変わってねえよ。門の先にいるであろう大魔王を追うために門を三女に開けてもらう。そこでゲロみたいな踊りを見せつけられる。こいつらの顔がヤバいだけなんだよ。そしてベニーの動きの爆破により門は開いたのでした。結局あの踊りは意味なかったのかよ。ってのが前回のあらすじです。前回頭おかしすぎません？誰だお前は。 NHK の集金です。帰れや。は？こいつ角待ちとか思んな。銃撃戦ゲームじゃねえだろ。そちらから開いてくれるとは。結婚式？結婚式からはもう離れて。バカな奴らだ。まあバカじゃなかったらカバと結婚するとか言いませんもんね。確かに。納得してんじゃねえよ。してないって。カブや、カバとの結婚おめでとう。てめえはしねえ。なんだやるのかこのボケナス。やってる場合じゃないんですよ今。ほら、顔が取られちゃったじゃないですか。ぐ、どうすれば。ここは僕に任せて。この声は、鉄インウォット。いやマジでどなた様？鉄インウォットだと。そしてなんでこの人は動揺してるの？お前らは後だ。先に村人の顔を取ってやる。やめろ。この村人は頑張って近隣語で治癒した村人なんだ。ごちそうさまでした。そもそも村人ってマイクラのじゃないでしょうが。まだこの絶望的状況どうにかできる方法があるよ。マジですか鉄インウォット。僕がこの子の顔になればいいんだ。根本的な解決になってないんですよ。天才だ。ほんとバカしかいないんですかここ。待って、ダブル肉厚ビーフバーガー食べたい。勝手に食ってろ。ダメよ、これは私のダブル肉厚ビーフバーガーよ。なんでてめえらは実況中にダブル肉厚ビーフバーガーの取り合いしてんだよ。そりゃ今マックで収録してますからね。マックで収録してるの？いや恥ずかし、周りからめっちゃ惹かれてるじゃねえか。さっさと出るぞ。待って、その前にアップルパイ。私エビフィレオ。俺はナゲット。殺すぞ。お前ら実況と昼食を混ぜんじゃねえバカ。いやまだ7時だから朝食ですよ。朝マックじゃねえか。朝マックならハンバーガー大抵売ってねえよ。知らねえのか。じゃあ昼マックになるまでここで実況して待ちますか。いいね。帰るんだよ。なんでマック店内で実況するのが良しとしてるんだ。メイラってそんなことしてる間に村人大抵かを連れて行かれるっていう。何やってんですか。おめえだよ。ナゲット15ピースを4人分食わすぞ。60個はやめて。マックあるある。15ピースお得だけど自分一人じゃ食べれる自信がないから友達にあげる前提で考えて買ったらその友達も同じこと考えててナゲット地獄になる。あるあるですねそれは。マックナゲットの話はもうええわ。画面に触れろカス。まあ手伝いますよ。大魔王うざいから。理由が短絡的すぎる。いやガノンドロフが仲間に入ったって字面心強すぎるだろ。ゼルデンのラスボスが仲間に加わるとかどこの世界線よ。ちなみにガノンの本当の強さは後で痛いほどわかるのであった。では最初にモルカーから助けましょうか。村人全員助けるってこっからも長くなりそうだ。果汁の洞窟らしいですね。行きましょう。ってなんかアジキョンいるわよ。クソ目つき悪い。あ、ほんとだ。倒しに行きましょう。いやここは倒さない方がいいです。ここは試しに一回生かしてあげましょう。まあ野菜は私は興味ないですからいいですけど。え、なに？助かっただと。トリマこれ以上キョンの反感買うのはやめとこう。びっくりしましたね。別に油断したのは悪くないですけど、あんたの顔は大妖精失格だよ。辛辣すぎる。笑って受け流した。これが強者の余裕ってやつですか。そしてなんとこの間に編集は途絶え、2週間の期間が空く。いやどんだけ編集サボってんだよ。ぶち殺すぞ。バレンタインだ。バレンタインだじゃねえんだよ。まずこのクソカス投稿期間について弁明と謝罪しろ。予告ください。チョコがいる。レベル3だ。チョコくれない。うわ、なんかバレンタインだからってチョコたかってきてますよ。お前もチョコをくれないか。チョコをくれないと言うなら殺す。赤川そんなこと言わねえよ。てかマジでウプ主はこの期間何してたのよ。いやちょっと勉強が忙しくてですね。嘘だよ。ペルソナ5ロイヤルにドハマりしてぶっ続けて100時間プレイして編集おろそかになってるだけだよ。わあバカそれを言うな。バリバリサボってんじゃねえかしね。まあ時には息抜きも必要だよね。ね。ははは、息抜きか。じゃあてめえの息も抜きにしてやろうか。笑いながら言うと怖すぎるんだが。デビルスマイルじゃん。ペルソナ 5？ あ、今のでウプ主さん恐怖状態になってる。え、マジ？じゃあとっておきの技使ってやる。え、は？はい、もうじゃの嘆きでウプ主死亡。あー。
それもペルソナじゃねえか。てかワイルドも倒したらついに誰もオープン主いなくなるんだけど。まあよくね。よくなーい。てかなんかスイッチありますよ。これまた色反転の悪夢ないですよね。モンスターの性格も真反対になるやつですよね。まあ試してみましょう。うわ何何。いやでも色は反転してないようでよかった。ちぃ、実況だりーな。ほんとなんか別のものが反転してる。さなえさん、実況だるいとか言わないでください。なんだこいつら色反転してるぞ。私たちはなんで助かってんの。マカラカーン張ってたから。一回お前はペルソナから離れろ。しょうもな。クソくらいやこのゴミ実況。いつにも増してさなえ口悪いんだけど。いつも清楚な感じで言ってるからマラクになったらこうなるのか。実況は興味深いものです。批判するのはやめていただきたい。いやこいつは普段ボケだから引くほど真面目になってるんだけど。なんか気分悪くなってきた。さて今回は果汁の洞窟にある住民の顔を取り戻しにステージ攻略をしてボスを倒しに行きたいと思います。いや真面目に実況すんな。なんでだよ。いや霊夢が真面目に実況してるのは生理的に受け付けないとこがあってな。私のことそんな風に思ってたんですか。あー酒うめえ。酒がうめえ。サナエは完全にブレちゃってるじゃない。あ、ガン飛ばしてきてんじゃねえよ殺すぞ。もう実況どころじゃないんだけど改変ぶりが。リドキャンネーです。リドキャンズでリドキャンキーです。リドキャンズでリドキャンネーです。サレゾです。死んでください。ヒヒヒ果汁の洞窟、ヒワハワハ。あの大丈夫そうですか。甘い香りでいっぱいで、この香水のせいかもしれない。やめろ。くんくん、これは手羽先の音。ほんと。いや、やめなよ。黙れ、私に指図するな。ピワップ。それにきっとこれは水素水だよ。違うよ、危ないって。あー水素の音。嘘つけ。スズルン、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 殺そう。やっぱそれはお決まりの流れなのかよ。これでも買ってくらいドロドロの濃厚スープの中には虫が入っており。いや水素水じゃなかったの。香りも癖もなくてクリアな風味。少し黙れ。モルカーです。はい終わりました。なんだこの乱雑カットは。もう一体のボスがメインなのでこいつは置物です。今までの誰よりも扱いがひどすぎるんだけど。よっしゃ飲み会すんぞら。そしてお前らはいつまで色反転してんだよ。じゃあ戻してやるか。そんな簡単に戻せるなら最初から戻して。スイッチで遊ぶなバカ。さて宿に戻ってきたはいいものの、なんだこのカオスな宿。どこから突っ込んでいいのかわかんないんですけど。てか真ん中の敵さっき見逃したアジピョンじゃねえか。なんか宿を勝手に居酒屋にされてるんだけど。あとだいぶマイナーキャラがいるので触れないでおきますか。いやそれはひどいですよ。今までのメンツで来てなんで急にこんなマイナーキャラが登場してくるんですか。ウプ主さんの頭いかれてるんですか。ほんとひどい言われようである。死んでもなおボロクソに言われる実況者の鏡。不名誉すぎる。いいじゃないですか、この気に私のこと知ってもらいましょうよ。はい紹介テロップだけね。これじゃ私が犯罪を犯して報道された人みたいになってるんですけど。てかマイナーなため逮捕って何ですか。理不尽すぎるでしょさすがに。あと年齢もおかしいし。 R18 って何ですか。私を卑猥な人として扱うのやめてください。で、見逃したアジピョンはそこで何してんの。いや居酒屋で愚痴聞いてもらってるだけだよ。モンスターにも優しいのね匂いは。いやもしかしたらアジピョンを居酒屋のおつまみにしたいだけかもよ。もう誰も信じない。わあアジピョンが人間不信になってる。ただが大丈夫ですよ、そんなことは断じてないので安心してください。そして宿の右のは触れない方がいい。触れたら死ぬほど面倒くさそう。いやまさかあの雲外鏡が次のボスの場所までテレポートできるとはね。まさに誰かが都合よくボスまでカットしたいっていう死を感じさせる雲外鏡だったな。いちいちそういうこと言うなバカ。まあいいじゃないですか、これでボスまでひとっ飛びできますよ。そうそう結果が良ければいい。いやなんでお前ついてきてるんだよ。居酒屋の料理で必要な材料トマトを取りに来てるんですよ。あ、天娘ちゃん、今日もトマトあるとまよは。あんた口トマトと知り合いなの。そうです、いつも私にトマトくれる優しい人なんですよ。確かに口トマトならトマトの美味しさ広めてますしくれそう。このままトマトに浸水して天娘ちゃんを落としてみたらこのトマトマー。なんだあいつら。てかどちらかというと僕を見てよ。僕新キャラだよ、ふわわわっこだよ。匂い、こいつとは認識ある。あ、確かふわわっこさんですよね。話題っこ少ないだけで大きがいい。ほんとこいつら影薄いな。マジでふわわっことふわわわっこは別物なのかすら怪しい。さてボスのところに着きましたね。今回はいろいろバッサリカットされてんな。いや関係ないことばっかに触れまくってるからでしょ。この動画いろんな方面に脱線しすぎなのよ。あと登場人物多すぎて私喋れてないんですけど。わお、これは探してた赤いトマトじゃないですか。いやお前誰だよ。忘れたんですか。いやなんだその実況で一番めんどくさい特性、カットイン挟んだだけで忘却させるとか頭悪すぎだろ。そんなこと言ったって種族的に仕方ないんですよ。いや相手ものすごくトマトね。3人融合した僕たちは強いぞ。火にも強い、水にも強い、電気にも強い、覆面の爆弾だ。覆面じゃなくてトマトになってますけどね。死にたくないプロム。
そうか。そのトマトが欲しいので傍観者として見せます。頑張ってください。頑張ってじゃねえお前。おいおめえも頑張んだよ。いやそんな私何すればいいんですか。却下ゼミ。イントピア関係なかった。まああなたサムネ飾るからにはそれなりに願ってもらわないと。めたいめたいんですけど。私をサムネから引きずり下ろすとは大したものですが、再生数減ってたらあんたを枕栄養に叩き込むから。なんかいつの間にかお嫁に行けない気が迫ってるんですけど。なんかトマト汁でものすごくダメージ食らってるって言って、この敵まさかの3回行動です。3人いるからな。こっちはちなみにサムネに俺が映ってるから再生数も3倍いくぞ。はい嘘をつ。言ってなかったら奥野だとセットで売り飛ばすからよろ。なんで了承してないんですけど。せめてイルフさん姉妹も入れろや。いやそれならいいのかよ。はマジでこいつらのどこがいいのか一生わからない気がする。ダノンドロフさんやキャプテンファルコンさんに負けてるんですか私。いやこの3兄弟の完成がイカれてるだけなんで気にしなくていいです。てか実況の投稿2週間も空いてるから3倍くらい再生数減ってる気がする。直接入る実況者目線やめろ。ウプ主いないとこういう話できないんですよね。なのでウプ主の代理モンスターをコメント欄で募集します。やめろ。なんかおかんしかしないから。絶対ビジュアルヤバいの来るか性格ヤバいの来るかのどっちかだ。今まで出てきたモンスターでもよし出てないモンスターでもよしです。まあウプ主みたく使い捨てで死ぬかもしれませんが。ウプ主が使い捨てで死んでいくチャンネルってマジで前代未聞なんだけど。でかい枝豆がウプ主代理でいいじゃないですか。いや僕はすでに枝豆役って言うたとき確立してるからダメだよ。枝豆役って主に何をする役割なんですかそれは。ちなみに俺らがウプ主なら3倍動画面白くできるぞ。3倍つまんなくなるの間違いだろ。あの私と勝ってウプ主になれたりは。やめといた方がいいぞ。ウプ主っていう役は命がいくつあっても足りない。そんな危険な立ち位置だ。本当に一つの命が散ってるんですよね。おいしい。はこれトマト好きかそうじゃないかで回復かダメージ食らうか変わんのかよ。でかの高山突進の真ん中にいたのにダメージしか食らってないんですけど。守備が化け物すぎる。突進よりトマトのダメージの方が9倍食らってるんだけど。トマト私嫌い。トマトまずすぎてトラウマになってるんですけど。トマト食えないってモコウはおこちゃまねえ。あんなトマト食わなくていいならおこちゃまでいいわな。あのモコウがプライドよりトマト食べない方を優先した。どんだけ今のでトマトトラウマになってんですか。でもありがとうございます。これでトマトをゲットすることができました。今日はトマトスパゲティを作ってあげますね。いいですね。私いらない。本当にダメみたいですねこれは。キラあ来た。擬人化カービィ。擬人化カービィ。そういえば私の主役のゲームディスカバリーがもうすぐ出るからぜひ買ってね。いやあんたはカービィじゃねえだろ。否定しろよまずそこ。A 星のカービィディスカバリーが出たら私が実況しようと思ったのに。ミートピア終わってねえのに他のゲームにて出すのやめろ。視聴者もミートピアばっかじゃ飽きるでしょ。たまにはありじゃないですか。そういうコメントも来てましたし。何よりゲーム進行が遅すぎるのが問題だけどね。まあ良くも悪くもパート100で絶対に終わるので気長に待ってください。実況始めてから半年経つのにようまだ見てくれてるわ。あと第一ウプ主がミートピアの実況を飽き始めてるっていう憶測があるんで、マジでそれが本当ならリアルのウプ主しばき上げるわ。また投稿頻度上げ直していきたいのでぜひよろしくお願いします。ここまでの実況ご視聴ありがとうございました。あんた誰。また忘れられてる。一応サムネはできているらしいので楽しみに待っててとのことです。私が次いつ出るかわかりませんが、皆様に忘れられなかったら、またいつか会いましょう。